ゆめちょ YouTube チャンネル。本日はシックで大人っぽい雰囲気のベロニカグレースをご紹介いたします。お花は濃い紫色で、寒くなると葉っぱがチョコレート色に変わります。草丈は鉢植えの場合30センチぐらいとちょうどよく、山頂でも冬の寄せ植えの後方によく使います。耐寒性はマイナス10度と高いので地植えにもできますよ。地植えの場合は草丈60センチほどになりますので、花壇の真ん中あたりに植えるのもおすすめです。ただし夏の暑さや蒸れには弱いので、夏越しする場合は注意しましょう。水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えてください。地植えの場合は降雨のみで問題ありません。ベロニカグレースは3月頃からぐんぐん成長し、花つきが良くなって見事な大株になります。ぜひ春の寄せ植えや花壇にいかがでしょうか。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。